やってきました。徳之島の海で海フェスを子供たちのためにやってるということで、やってまいりました。レッツゴー、行ってみましょう。ワグワンジャメイカ、モモ君登場。朝は船で行ってたんですか？あ、船で行ってきた。釣れなかったですか？釣れ、あ、釣れたよ、2倍。あ、2倍だけ。あ、違う違う、やっちゃだけ。やっちゃだけ。あ、船で釣れんかったから、うん、今俺が釣ってきました。もう濡れながら、ずぶ濡れ。あいにくな雨なんで、もう この辺まで使いながらやってたから。あ、撮っていいですか？すごいすごい。これヒロミ、これヒロミさんが撮ったじゃん。すげえ。ほら、シンシン。これ最後の最後に俺が釣った。最後の最後に俺が釣った。このでっかいやっちゃう。そうそう、すごいでかいね。俺初めてだよ。朝は子供のハーレー大会、昼からは大人のハーレー大会をやるらしいんですが、天気が悪すぎてちょっと厳しいみたいですね。で、今日あの夜はみんなで集まって、まあ、バーベキューとか釣った魚を食べるんですが、今この海で、釣りをしながら夜の食材捕獲という感じでございます。今サバニとカヤックで夜の食材を調達しております。このリーグの中で釣りをしてます。ちょっとね、天気良くなってきたな。さっき雨がすごすぎてもうカメラ回せないぐらいすごかったんですけど、 あっち青空ですね。わ、すごいすごい、晴れてきた晴れてきた晴れてきた。よし、これでちょっと撮影続行できそうですね。ワグワンジャメイカ、ワグワンジャメイカ。ドローンも飛ばしたいなと思ってさっきね試してみたんですけど、途中で雨が降ってきてぶっ壊れるところでしたね。なのでちょっと今天気良くなってきたんで、ドローンも今からチャレンジしてみようかなと思います。お楽しみにしててください。よし、頑張ったね、みんなね。ワグワンジャメイカ、はい、やってきました。お昼の部、大人のハーレー大会始まりますよ。
夜の部バーベキューでございます。ということで港に来ました。こっちで夜の部今からバーベキューをやっております。夜は昼間釣った魚を今からバーベキューで、焼いていきます。レッツゴー。ついてるけど。面白い。最高な最高な仲間と過ごしてく最高な最高なひとときを俺らは最高な最高なこの人と共に待ちにまた俺の出番がやってきたなそこのあなた鳥のあなた女子はどうなの恥ずかしいね恥ずかしがらずこの鳥の手がそうらしいめぐるさんごそのとるじ越えて一緒に暮らけるなにすぎいかがわしのずっと大平洋前と後ろのだけがしな俺と暮らしばよこんばんは。本当今日は朝からこの一日中どうもありがとうございます。そして安田レモさんありがとうございます。赤トラム。青年団の方、また青年団の夫人の方々いっぱい用意してくれてありがとうございます。将来の夢はまだ決まってます。はい、拍手。頑張ります。はい、じゃあ大渡りキッズ皆さん大きな拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。波に乗って風を切って青いのままで幸せってそばにあって特別なもんで君に会って共に過ごして愛が生まれ